フィッシャーのシュークです。ザカオモトアクモトアイ。男の子なら通る道、カードゲーム、おうんを作る。やってましたか、カード作り。今ありますよ。おあるんだね。もう持ってないけどめっちゃ昔作ったの。みんなやつでしょ。やつだよ、うん、今回のこのカードゲームは目的は勝つです。3人で同時に戦って勝てばいいです俺は今回ゲームマスター。まあさすがにね。そう、カード制作にかかる時間は1週間あげます。あ、そこないだ、はい、でこ、こちらが今回使うカードです。1人3枚お渡ししますね。カードはこんなんでも大丈夫です。勝つ、カードの名前勝つ、このカードを出した者は勝利する、うん、こんなカードがあっても OK です。俺の勝ちって10回言ったらもう負けとか、自分だけ勝ち残ればいいです。いろんなの書いちゃっている。で、こっからがミソです。このカードゲームに負けた人は24時間企画をやっていただきます。おーうわー、うわ、重っ。24時間まるまるを決めるためのカードゲーム、そう、勝ちキング。俺はこれを持っていた。それ出してる、 OK。 こんなに情熱的なゲームはない。ルールに縛られず、ただ勝つことだけを目標にしたカードゲーム、勝ちキングを俺は世の中に広めたいんだ。負けた人間はそんなやつは勝ちキングじゃない。決戦の日を待とう。ああ、よし、任せろ。闇のデュエルの始まりだぜ。今は勝ちキング中だぞ。召喚、もう先に俺上がらせていただくわ。真の勝ちキング。皆様お集まりいただきありがとうございます。絶対王者勝ちキングです。絶対王者とは。ザコは黙っていろ。先走るやつほど知る。1週間かけてたった3枚のカードを仕上げてきてもらった。ただ目的は勝つことのみ。書いてきたか、カードは。勝利を描いてきた。万全な状態だ。海外のさん、イエス。スタンバイ。それでは準備できたな。ああ、もちろん完了だ。では運命の時だ。デュエルスタート。カードを発動する。はっ、絶対王者勝ちキング。能力を聞かせてもらおうか。いいだろう。フィールド上にこのカードを置く。このカードがフィールド上に存在する限り、プレイヤーは勝利することができる。また、手札がなくなったプレイヤーは除外され、バトルを終了し敗北する。発動から20分後、このカードを手札で持ち、持ち主は勝利する。まだ特に何も起こんないってことで。まだ起きない。20分後、俺が勝利する。まあそうだな。お前ら敗北。ほったらかしちゃいけないわ、これ。20分、スタート。俺のカードを発動する。なんだと。勝利へ歩こう、ルンルン。それは何だ、効果を教えろ。このカードは勝ちへと必ず歩き続ける。またこのカードが出た時点で勝ちは必然。もしこのカードを破壊モスクが無効化した対象者は勝利することができない。俺は今ルンルンだ。召喚、とりあえずジャマー発動。え、とりあえずじゃ、とりあえずジャマーですだと。他のは教えてやろう。このカードは使用後、持ち主の手札に戻り、何度でも使用することができる。カードの効果が無効にされたとき、または破壊されたとき、発動したときには使用することができる。そのカードをゲームマスターに渡し、5分間使えなくなる。このカードを6回使ったとき、不能と宣言する。7回目使用で、このカードのコントローラーをウィン、勝利する。無効にするわけではない。渡すのだ。5分間使えなくなる。これは5分間使えなくするぞ。仕方ねえ。だがお前の勝利はまだ確定していない。手札に戻る。手札に戻る前に俺はこのカードを発動していたぜ。発動していた、発動しているだろ。クライム、ページを食べるスライム。何だ。3番の能力、カードの能力を1週間前に書かれていたものへと書き換えてよい。今まで使われたカードは全て1週間前の状態になるのだ。強いんだ。ならばとりあえずジャマーで発動。手札に戻る前に使ったの。俺は手札に戻った瞬間にお前が使ったことになった。手札に戻ったのに使っている。それはページを食べるスライムが発動していた。おいおい、お前ら全然自分の勝利を掴もうとしてないじゃないか。ちゃんと言え。
ここで発動する。何を？大勝利の酒場。何？もう買っているので酒を飲みます。酒を飲むだと？今は勝ちキング中だぞ。お前ら全然自分の勝利を宣言しない。勝ちを予言している。予言じゃダメだ。次出すカード誰だ？俺のとりあえずジャマーですが今封印されている。じゃあカードをつまむものを発動。おお、なんだ3番の能力。3番ですよ。見えているすべてのカードを裏側にしてもよい。さあ、すべてのカードを裏側にするんだ。裏側になったカードはテキストが確認できない、つまり何の能力も持っていないということだ。だって何だと。さあ、今までカードゲームの裏をついた。裏書き。喋らせろ。さらに手札から北条の竜キルナノーグを発動。場に出たことがある好きなカードを手札に加えるぞ。こいつをカードを裏にしただけでも時間は進んでいるのだ。だがな、そのカードの能力は全てなくなっているのだ。一週間前に書き換えられる。そうだぞ。ならばこのカードを発動する時が来たか。待ってる時間はね、もう先に俺上がらせていただくわ。お前ら活目しろ。俺はこのカード発動する。 You lose。 そのカードに時間かけたの。一枚にかけすぎだろこれ。 You lose。 なんだそのカードは。このカードはいつでも発動することができる。またこのカードは相手プレイヤーの発言、カードの効果の対象にならない。このカードを発動した時、下記の宣言。俺の勝ち。なんで負けたか明日までに考えておいてください。ほな、いただきます。このターンの口論バトルを強制的に終了し、ゲームマスターに相手の負けを認めさせる。このカードのコントロールは勝利する。間違いだね。おっと、先に言っておこう。このカードは他のメンバーが勝利を宣言するときのみ発動することができる。あなたたち負けに行ったな。なんだこれは。なんだそのカードは。このカードが出た場合、他のメンバーの負けが確定する。仕方ないが、自分が勝つしかなかった。残念。つまりどういうこと。俺が勝ちだ。俺は手札からもう一度ページを食べるスライムを発動するぜ。一番目の効果、誰かが勝利するとき、その勝利をなかったことにしてもよい。さあ、向こうにはしてないぞ。俺はなかったことにしただけだ。確かに向こうではない。向こうではないぞ。さらに、なんだ連続でカードをつまむものを発動。お前ら見えてるから全部裏側にしろ。裏側にするだけだ。対象にならない。別に対象にはしてないから裏側にするだけだ。ならば私のこのカードが表になる。裏側を裏側にすれば表になるのだ。破壊されない限り勝利する。いや、それは間違ってる。さっき見えている全てのカードを裏側にしても良いという効果を発動したとき、お前らは手札を裏側にしなかったの。貴様らは表と裏がよく分かった状態で勝ちキングをしているということだ。そのヘリクス破らせてもらったぜ。俺は勝利と勝ちをここで説明し、ページを食べるスライムとカードをつまむものの4番目の効果も発動していた。発動していたはずるいぞ。勝利しても良い。さあ、俺は勝利したぞ。どうする。それは俺も勝利している。それは俺も勝利している。俺も勝利している。ならば最後のカード、北条の竜キルナノーグをもう一度発動。3番目の効果、勝利する。俺は勝利したぞ。というかさっさと裏側にしろ。何を言っている。お前はさっきから何を言っている。勝ちたいんだ。俺は勝つ。俺が勝つためだったら仲間を蹴落とす。仲間だと。いつ仲間になった。貴様のような奴と仲間ではない。で、俺は何をすればいいんだっけ。さあ、ゲームマスターよ。なんだ選ぶがよい。待て、キルナノーグの能力を発動。うるさい。場のカードを全て手札へ戻し、さらにこのコンボを食らえ、ページを食べるスライム。このカードには残された能力がある。なんだ、答えてる、ね、誰かが使ったカードをこのカードの能力に加えてもよい。俺は貴様のユーレーズの効果をこのカードに加えなかった。俺の勝ち。俺の勝ち。なんで負けたか明日まで考えておいてください。お前は負けか。俺の負けだ。俺の負けだが、勝利者は一人でいいと思う。
見えている全てのカードを裏側にしましょう。対象にならない。だから対象にならない能力は対象に取る能力しか無効化できないから、それは世間のカードゲームのルールだ。そうだ、これは勝ちキングカードゲームさ。私には対応しない。私は手札に戻るぞ。これは話が通じない。カードゲームにならない。いいか、とりあえず順序というものがあるだろう、貴様のカードゲームのルールの中にも。それを言うならルールを守って楽しく決める。貴様ならば俺はもう勝利している。よし、誰かが勝利するとき、その勝利をなかったことにしてくれ。このターンもバトルと発言を強制し、俺は口論しに来たのないんだ。ガチキング口論とバトル強制終了だ。僕から一言いいですか。口論を始めたのはまさにです。さあどうする。この口論、俺の勝ち。俺の勝ち。終了しようか。じゃあ終了しようか。口論終了しよう。ならばゲームマスターよ。現場結局行くのか。一言添えてやる。何？お前の負けだと。俺添えんの。おお、まだそれにカウンターできる可能性あるかな。お前の負けだ。4、勝利してもよい。しかし私の勝ちだ。上振りだ。どういうことだ。勝ったということだ。もうこれ続く、ずっと永遠にカードゲーム的には、まあ、もどきみたいな。そう、あのっていうか、そもそも見えてる全てのカードを裏側にしてもいいっていう能力がなぜ通らないのか俺不思議なの。まあ俺のルールだから。じゃあはい、手札の上で勝利する。ちなみに4番目の能力、このカードが無効化されるとき代わりに勝利するということで。代わりに絶対に勝利です。ありがとうございました。終了。真の勝ちキング、モトキシ。ありがとう、相棒。さすがだな。カードゲームで戦ってちゃんと勝ちにいった。座間は効果結構強いのは多かったんだけど、先に手札を切らしてしまったのそうなの問題だったな。まさにあのユーループに関してはすごく話の通じないカードだった。クオリティを褒めて。クオリティ、クオリティはマジですごい。クオリティなんかダークチップみたいになってる。勝ちキング、真の勝ちキングは元木、そして敗北者マサイとザカオになった。俺の勝ち。そうだな。そうだな。え、なんで今勝ってると思ったの。当たり前だろ。1分に1回ジャンプだとそんなに辛いから。2人で協力してやってもらおう。24時間ジャンプ。コメント読みながらジャンプ。1分に1回っていう決まりは一応作っとくけど、何回ジャンプしてもいいよ。頑張ってくれ。頑張ってくれ。放送中ちゃんとコメントしろよ。読み上げてやる。偉そうだな。ケイスケさんと畑井奥さんに謝ろう。そうね、一回謝ろう。申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。その時点で君は2人敗北です。動画見てくれてありがとう。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。